ケムシのボロは2018年3月21日公開の日本の短編アニメーション映画。土星座が併設される三鷹市立アニメーション美術館三鷹市立アニメーション美術館に併設された映画館土星座で公開するための映画としてスタジオジブリにより制作された。原作、脚本、監督を宮崎駿が担当する。宮崎が監督した。 映画作品としては、2013年に公開された、風立ちぬ以来の新作となる。また、宮崎にとって、初めての 3D アニメーション作品となる、予定であったが、限定的な仕様に止まり、ジブリ従来通りの手書きアニメーションである。作画監督は、本田武史。原画は、山下昭彦。本作については宮崎が早くから構想を練っており、いずれ制作したい作品として、 折に触れ語られていた。例えば1997年に放送されたトップランナーにて、宮崎は制作したい作品として、東京愛合戦とともに、毛虫のボロをあげ、その概要について語っていた。1990年代に映画化企画が真剣に検討されたが、結局断念することになり、代わりに採用された企画が、もののけ姫である。 2018年1月9日に三鷹市立アニメーション美術館が同年3月21日より館内限定で公開することを発表した。上映時間は14分20秒である。本作の制作過程はドキュメンタリー番組 NHK スペシャルで公開された。なお CG ディレクターとして桜木雄平を起用する様子が番組で紹介されていたが、 本作の CG 作画監督は中村幸則である。桜木は他の作品に参加するという理由で降板。CG ディレクターの役職も下ろされている。ジブリ美術館内で販売されている本作のパンフレットに記載されたクレジットには CG 作画としては記録されているが、本編映像のクレジットには桜木の名前は記載されていない。孵化したばかりの毛虫が、 外界に出ていく姿を描いている。ありがとうございます。